こんにちは、大崎純也です。はい、こんにちは。こんにちは。まあ、陽気ますね、最近家にね。そんなでもないでしょ。というのも、今回提供を受けました。あれですよね、今着てる T シャツのルッソさん。ルッソさんの次は、次は、ですね、もう実際に練習で履いているんですけど、靴下なんですよ、今回は。はい、横にあるやつですか。これです。クロスコレクトさんの、靴下を提供していただいて、実際にもう練習で履いてます。はい、非常によろしいなと、いいなと、はい、思ってずっと履いてますね、もう。はいはいはい。提供を、していただくことになりました。はい、ちょっと見せてもらっていいですか。見てください。5本指とかね、結構あるんですけど、これ旅なんですよ。はいはいはい。あ、もうなんかちょっと使った感が。はい、もう使ってるんですけど、で、旅で、グリップがついてるんですよね。これ僕からしてみたら結構重要で、サッカー選手とかで多分この裏滑るのが嫌なんで、グリップついてた方がいいんですよ。で、プラス多分というか、足首捻挫防止で、こうラインが入ってると思うんですけど、わかりますかね。はい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 。足首の捻挫防止と、で、ここで、ここのラインわかりますかね。これでちょっと測定を上げるというか、はい、キュッてなるんで測定が上がるんですよ。で、サッカー選手って扁平足が多いんで、これがあることによってちょっと測定が上がるんですよね。はいはい、だからちょっとバランスが取りやすくなって、指に力が入りやすくなります、僕は。はい、なので、愛用させていただいております。はい、この会社さんですね。はい、いや、もう相当ね、こだわって作ってるみたいなんで。そうなんです、本当に。なんか履いた瞬間に、あ、これはいけるなっていうの。結構靴下とかも、僕こだわりがすごい強くて、今回こうじゃなきゃいけない、ああじゃいけないとかってあるんですけど、なんか履いた瞬間に分かるんですよ、これいいな、ダメだなっていうのが。このクロスコレクトさんの靴下を履いた時は、あ、これいけるなっていうか、これいいなっていう風に、なんか直感でね、感じて、履いてみた。実際その僕のイメージ通りだったので、はいはいはい、今回ありがたく提供させていただくことになりました。提供していただくこと、僕が提供するんじゃないですか。提供させていただくことになりました。な、違う、提供していただく、提供していただくことになりました。日本語よ。ありがとうございます。はい、まあ、これね、クロスコレクトさん、はい、2個あるんですね。そうなんですよ、5本指と5本指、あ、旅と5本指ですね。そうですね。はい、なんか説明によると、はいはい、やっぱ日本、なんていうの、旅バージョンは、うん、この強度が高い方の練習で使ってもらって、うんうんうん、まあ、この5本指の方は、まあ、軽めの運動に使っていただければなっていうところで、そういう説明を受けております。はい、こっちは主に試合で履いて、僕の分け方、はいはいはい、試合で履いて、こっちはこのリカバリーとか、はいはい、軽めの調整の時に履こうかなっていうふうには思ってます。はい、はいはい、使い分けできるのもいいですよね。そうですね。うん、ちなみになんですけど、うん、大崎純也選手に靴下の提供があったじゃないですか。うん、はい、もう言ってみるもんなんですけど、うん、またか、またか。いや、僕も一応バスケットボールするじゃないですか。元ですよ。はい、はい、なんか言ってみるもんなんでしょうね。はいはいはい。なんか大崎兄弟に、まあ、クロスコレクトさんから、はいはい、提供していただけるということで、また兄も、兄も、あ、いや、まあ、兄はこうちょっと少なめで、あ、はいはい、あの、全て大崎純也選手の方を優先してくれと僕はお願いしてあるので。なるほど、なるほど。はい、でももらえるわけですよ。そうですね。まあ、そうですね、ね、幸せな気持ちの人がやっぱ一人よりも二人三人四人って増えてくればいいかなと。はい、本当。だからそのクロスコレクトさんも、まあ、こうやって富山でいろいろ活動していると、はい、で、精力的にまあ動いているというところを見てくれたみたいで、はいはい、本当ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これをね、履いて、まあ、中断期間が終われば、そうですね、後半戦なので、うん、気合入れて、これで上昇気流に乗っていければいいなと思います。はい、はい、それではこの度はありがとうございました。バイバイ。